れずれが回ってきまして、折り杖を開けましたらば、数字の札がない場合は隣の方に請求します。その時箱を開けまして、遠い方を持って3目に隣のところへ置きます。折り杖が送られてきましたので、遠い方を持ちまして、数字を上にして、隣の方に杖が送られてきましたら、数字が上にしてありますので、それを伏せて右側に置き、役蓋は伏せて折り杖を閉じまして、そして互いの方に送ります。仮座と四客が役蓋の場合、2枚請求します。四客は遠い方を持ち、蓋を開けまして、墨掛けで送ります。三客は箱にしまして、次客に送ります。次客は遠い方を持ちまして、箱を開け、数字を上にして、三客は折り杖を取りまして、数字を上にして、四客へ、四客は送り、折り杖を取りまして、仮座に送ります。仮座の人は折り杖を取りまして、数字を伏せて、役蓋の右側に置き、役蓋は伏せまして、四客へ、四客は送ります。折り杖を取りまして、蓋を開け、中の数字を取り出して、数字を伏せて役蓋の右側に置き、役蓋を取りまして、伏せて折り杖の中に入れましたら蓋をして、そして三客へ渡します。折り杖を見るときにはこのように取りまして、そして返してみます。もう一つの見方は、折り杖を取りまして扱ってみます。そしてまた扱って伏せます。返すのはこの位置です。よく持ちながらこうやってる人いますけど、これは NG になりますので、必ずこの位置に来てから扱ってもいいし、この返しても良いので、ここで折り杖が回ってきました。折り杖を取りまして、札を取りましたらば一目に置きます。隣の方が役蓋なので五目にとどめ置きいたします。そして札を見て、月、花、三目に置きます。そうしますと四客は折り杖を取りまして、